続きましてはですね、内装に関してですね、内装はですね、この D90 キャメルトロフィーに関してはですね、前回の動画を見ていただけるとわかると思うんですけど、この窓を張ってですね、曇り窓にしてるんですね。ですのであまり内装は正直見えません。正直な話、内装に人形さえ乗ってれば、まあなんとなくそういう風に見えるっていう風な状況にはなってるんですけど、こだわりたいっていう人のためにですね、一応内装の紹介もしていきたいと思います。ボディを外したりはちょっと今回しないんですけれども、内装をうまく見せるコツとしましては、ルームランプっていう方法が自分の中ではあると思います。ちょっと今お見せしますと、このように、取り外せる仕様にしております。でこの中身がですね、見えますかね。このようにここにマジックテープで、貼り付けてありますのが、100均ですね、こちらは確か、セリアさんで購入したLED ランプですね。装飾用の LED ランプ、こちらをつけて穴を開けて、中にルームランプとして2個配置しているという形になります。こちらのスイッチを、オンにすると見えますかね。このように内装がより際立って見えるようになるというような状況になっております。わかりますかね。先ほどより内装がよく見えると思うんですけど、ちょっと一回切ってみますか。はい、内装見えないですよね、これじゃ。もちろん昼間の撮影とか走行なんかで全然見えないんですけど、ルームライトをつけることによってこのように内装もしっかり見せることができるというようになってます。まあ後ろに小物を積んだりとか、まあこのようにロープを吊るしたりとか、こちらに積んでる、ワンちゃんですね。こちらはジョイフル本田さんのミニチュアコーナーなんかに売ってるワンちゃんを購入しました。数百円で購入できます。それと、運転手は、ウォーキングデッドのリックですね。着てる服がですね、キャメルトロフィーの服にすごい似てるんですよ。ですので、このフィギュア、アリエクさんの方で、1300円ぐらいですかね。まあ、安い時に買ったので、そのぐらいの金額で購入できたんですけど、そちらを、乗せてます。ただ、ポンで乗せることはできません。内装がちょっと狭い作りになってますんで、膝から下を取り外した状態で、椅子をちょっとカットして、いい高さになるところに収めて、ボンドとか修具で止めて乗せてるっていう形になります。足元なんかはね、もう全然見えないので、そういった工夫でいい位置に座らせるっていうのが大事だと思います。ただ乗せればいいってわけじゃなくて、乗ってる状況がおかしければもうそれの時点でもうリアル感がなくなってしまうので、いかにいい位置に座らせるか、いかに雰囲気よく見えるかっていうのを重視して乗せることも重要だと画用紙は思っております。内装はそんな感じですかね。あそこにウイスキーなんか、画用紙お酒が大好きなんで、まあ、ウイスキーは必ず自分が作ってるマシンには乗せてるんですけど、後ろにビールが積んであったりですね、ウイスキーが積んであったりしてますけど、こちらはね好みです。あるかないかは別として、画用紙は必ずお酒積むようにしてます。内装はそんな感じですかね。はい、ちょっとね今内装の変部分でですね、説明忘れちゃったんですけど、このルーフに積んでいるこの緑色のものですね、こちら、正直画用紙も、実写キャメトロで必ず皆さんこちら積んであるんですけど、何が入ってるか分かりません。おそらく多分テントだったり資材だったりとかが入ってるものと思われるんですが、こちらね10分の1だと売ってるんですけど、12分の1サイズは売ってません。ですので自作してます。こちらは、100均なんかに売ってるプライターですね、まあ、0.5 ミリとか1ミリぐらいのプライターを、まあ、加工して、寸法を測って作って100均に売ってるこの、まあ、フェイクレザーの緑色のやつをチョイスしてそれを貼ってるっていう状況になります。簡単に作れますね、こちらは。そこに先ほど言ったルームランプのやつを中に仕込んでると、そういった形になります。まあ、見えないところはね問題ないんで手抜いていいと思うんですけれども、そんな感じで作ってます。まあ、こちらも参考までに、発泡スチロールなんかでね、まっちゃんさんとか外国人のお友達は
制作されてるんですけど、中に何か押し込む場合はこういったプライターなんかを使うと自由が利きますんで、おすすめです。ぜひねやってみてください。はい、続きましては、シャーシ周りの説明になります。まずですね、つけてるものが、モーターから説明しますと、370モーターに減速機がついているあのメタルギアボックスになります。こちらはアリエクスプレスさんの方で、金額がですね、1331円ぐらいで購入できます。非常に遅いです。ですがあのこの370モーターのトルクをフルに活かせるギアボックスになってて故障も少ないです。ですので、こちらおすすめしてます。こちらのモーターがねブラックのものの方が、ちょっとパワーが強いようです。ガヨジちょっとそちらを使ってたんですけどちょっとねあのトラブって壊れてしまったのであのこちらを今つけてるんですけど、買うならばブラックモーターの方がちょっと出力が強いみたいなのでそちらをおすすめしたいと思います。でですね、結構大それたことは全然やってなくてですね、リンクノットなんかもそのまま使ってます。あの負荷がかかっていないところはノーマルのまま使用してます。ただこのフロントのこの上側っていうんですかね、こちら側だけちょっとね負荷がちょっとかかってるんですよね、純正のこの形状だと。ですのでこちらだけ、自作しております。外側につけてます。本当は内側にこれと同じものがついてるんですけど、外側に持ってきてですね、こちらが内径 3mm 外径 5mm のアルミパイプで、全ネジですね、 3mm の全ネジを使って、長さを測りまして、こちらのタイロットエンド、3mm のネジが入るタイロットエンドをつけて自作のリンクロットを作ってるという形になります。非常にスムーズに動くようになりました。それと、こちらの前後のアクセルですね、こちらはですね、非常にボディがプラボディでいろいろ乗せますので、重くなりがちなんですよ。そうするとやはりシャーシ側を重くしないと横転する確率が非常に高くなってしまうので、必須だと思います。ですのでこちらは既存の MN99S 用のメタルアクセルを、購入させていただきました。こちら前後セットで、こちらのメタルのドライブシャフトセットで、アリエクスプレスさんの方でですね、2271円で外用時は購入しました。金額はねその都度変わってしまうとは思うんですが、2000円前後ぐらいで、購入できるものになってます。で、カラーも選べます。こちらはみんな赤いと思うんですけど、こちらがシルバーだったり、例えば赤とシルバーの組み合わせだったりとかいろいろあるんですが、あまり目立つのはちょっと好みじゃないので外用時は黒にしました。こちらも好みだと思います。こちらはね必須ですね。ノーマルだとちょっと軽くなってしまうので、できればちょっと車重というかシャーシ側を重くする、足より下を重くするっていうんですかね、その方が安定して走ることができるんで、こちらは本当必須につけていただきたいと思います。それとサスペンション何使ってるのっていう質問がすごく多いんですけど、こちらの MN99S 純正サスペンションはですね、オイルも何も入っていない、ただのサスペンションなんですが、非常にストローク長いです。2センチ近いストロークがあるんですね。で、カスタム品のサスペンションだともう2センチ近いストロークを稼ぐことができないんですね。売ってるものが1センチとかしかストロークなくてですね、そういうことを考えた上でこちらの純正のサスペンションのまま外用車使ってます。このボディの重さでこのサスペンションの柔らかさが実車のような揺れを生んでいるので、ベストだと思っております。もちろんちょっとリアルなクローリングやろうと思った時にしっかり機能してくれてますので、サスペンションは正直変える必要はないかと個人的には思っております。例えばオイルダンパーなんかね入れたい方は入れてもいいと思いますけど、入れると踏ん張りは効きますけど、車両が走っている時の挙動ですかね、そちらがリアル感は失われます。それだけご了承いただければと思います。はい、それと、こちらですね、フロントここの部分、純正で十分なんですけど、見た目の問題ですね。見た目でちょっとカスタム感というかリアル感が出したかったので、こちらの、なんていうんですかね、ステアリングロッドだけ先ほどのこちらと同じ材料を使って自作してます。こちらもそうですね、そのままでも構わないんですけど、やはりそのフロントってチラチラってこう見えるんですよね。こういうふうに例えばこう登ってきた時とか
こういうふうに上がってきた時とかに見える部分なので、こちらが例えばそのプラスチックだったり六角丸出しのロッドだったりするとすごくかっこ悪いので、こちらは自作で作らせていただきました。こちらも先ほど説明した、こちらですね、こちらと同じ作り方で制作可能です。もちろんね、この全部リンクロッドその方法で作りたいよっていう方は作った方が全然いいと思うんですけど、ただその強度と、あの、なんていうんですかね、そのこの動きに問題がなければいじる必要ないと思ってるんですよ、画用紙は。ですのでここはいじってなかったです。まあ見た目重視でいじりたいという方はぜひ同じ方法で、作っていただければできると思いますのでおすすめです。それとこちらのフロントのプロテクトガードですね。でこちら画用紙買った時は普通に販売されてたんですけど、ちょっと今、アリエクさんの方で、販売停止かなになんかなってたんですけど、まあ、そんなしなかったら1000円ぐらいだったと思いました。でこちら多分 Amazon さんの方とかでも多分売ってるので、そちらでもし欲しい人はつけていただければと思います。このように純正バンパープラスチックですので、まあ、あのよくね、あのメタルのバンパーに変えちゃう人多いんですけど、メタルに変えちゃうと自由が効かなくなります。例えば穴を開けてこのようにこの位置にこのプロテクトガードをつけたくてもつけられなかったりとか、このようにフロントの、ロールケージをここに挿したいんだけどメタルだから穴開けられないからつけられないっていう弊害も出てくるんで、プラスチックだから良くないっていうことはないんですよね。プラスチックなんだから、加工がしやすいって捉えた方がいいかもしれないです。でもちろんこれついてる場所、あの邪魔になっちゃう場所なんですけど、どうしても。ですので、あの、まあ、あのメタルにしちゃうとこういう動きも生まれないので、よりね、あの当たった時の逃げもないので、画用紙は純正バンパーを使用した方がいいと思ってます。で、まあ、塗装一つでね、例えばそのマットブラックに上塗りするとか、あの汚し塗装をするとか、そういった一工夫で全然見栄えも変わってきますし、カスタムの自由度が効くという面では純正バンパー使った方がいいと思うので、その辺もおすすめしたいと思います。純正バンパー結構有能ですのでね。それと皆さん一番気になっていると思うのが、ESC でしょうね、きっと。 ESC はこちら、ちょっと見えますかね、このスペースにつけてます。ホビーウィングさんの1060を使ってます。もともと防水になってますし、非常にですね、まあ、優秀です。あの安くて優秀な ESC になってますんで、これにすることを画用紙はお勧めしますね。WPL さんとかで販売されてる、あの小さい500円ぐらいとかで売ってるようなESC 何度も使ったんですけど、やはりね、どうしてもスイッチがね、あの防水が難しいということで行ってしまうので、あの入水とかするとですね。ですが、そのホビーウィングさんのスイッチこちらなんですけど、もう防水なんですよ、完全に。ですので水濡れしても壊れることがないですので、まあ走行のしやすさだったりいろいろ含めて、総合的にこのホビーウィングさんの1060が一番、まあ、安くて優秀じゃないかということで画用紙は使わせていただいてます。まあ、3000数百円ぐらいで Amazon さんの方で購入したかと思います。それと、こちらにですね、ちょっと暗くて見えないかもしれないですけど、受信機の方つけさせていただいてます。受信機は、ターボレーシングの4チャンネルの受信機を使わせていただいてます。で、使わせていただいているプロポがこちらですね。前回も、説明してるかと思うんですけど、ターボレーシングの P52 っていうやつですね。ちゃんと日本の法律に従った汽笛付きのものが入ってます。このね、ターボレーシングさんの汽笛付きの、プロポ、4チャンネル仕様のプロポを購入するのは、WPL ジャパンのレイウッドさんのところか、もしくは Amazon じゃないと購入できません。アリエクさんだともっと安い値段で売ってます。全く同じものは。ただね、汽笛がないんですね。汽笛がないっていうことは日本の法律に触れてしまうので、あまりおすすめできませんので、ちょっとね、値段の方は高くなってしまいます。画用紙購入した時はですね、5900円ぐらいだったんですけど、今ね、ちょっと同じページ開いてみたら7000円ちょっとになってました。ですので、ちょっとずつ人気出てきてる商品なので高くなっていって
ってるのかなっていう感じなので、興味がある方は早めに購入した方がいいと思います。4チャンネル仕様でいろんな細かな設定ができて、なおかつ15台マシン登録できます。正直な話、このプロポでクローラーなんかのラジコンだったら全然十分遊べます。画用紙は10分の1も全部これで遊んでます。何の、不具合も不満もありません。おすすめです。めちゃめちゃ安いし使えます。でですね、最後に、こちらのマシンなんですが、DRC さんで、Amazon の方で今ね、キャメルトロフィーっぽいこのイエローカラーのバージョンですね、購入しようとすると、14,900円ぐらいかな、15,000円ぐらいで販売されてるんですけど、もし概要紙みたいなカスタムをここまでやりたいっていう方はアリエクスプレスさんの方で5,000円から6,000円ぐらいで販売されている車両を買った方がお得です。ね、なんでかっていうと、プロポをどうせ技的付きに交換するんであれば車両はもう安いのを買った方がいいです。おすすめです。 D90とか D98 とかで検索すると同じようなイエローカラーの元と古い型が出てきます。で、基本一緒ですので、概要紙が説明したカスタムを施すと全く同じになる車両になってますんで、安くね済ませたいという方はそちらを購入する方がおすすめです。ほぼほぼね、その DRC さんでついてる純正のものっていうのはもう取り外して使ってしまいますんで、そういうことを考えると、まあ、車両自体安く購入して、カスタム費にお金を回すという方がいいかもしれないです。まあ、もちろんこのプロポに技的がついてるっていうのが前提でのお話ですけどね、技的がついてないとやはりまあ、違法になってしまうので、そこだけはね皆さんご理解いただければと思います。もちろんここまでめちゃめちゃいじり回して遊ばない、それっぽくできればいいよっていう方はDRC さんの純正でももちろんルーフライトもついてますし、このようなね色ももともと塗られておりますんで、それにちょっとだけね汚し塗装をしてホイール変えたぐらいで、まあプロポとかモーターとかを変えずに遊びたいよっていう方はもう DRC さんの方で買った方が早い、安全、安心っていうことでおすすめです。コテコテにいじるんであれば安く手に入れた方がおすすめだと概要時は思います。はい、ということでですね、説明したんですけど、ちょっと最後に1個だけすごくねちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけど、こちらに ESC と受信機概要時つけてるんですけど、本来だったらまあいろんな穴があるんで、そこから配線を通してこの内装のリア側に乗せた方がいいと思います。水濡れが少ないんでね、いくら防水とはいえ完全防水っていうのを証明してるわけではないので、まあできるだけ濡れない位置、この内装のこのリアのラゲッジスペースなんかに積むことをお勧めします。概要時はちょっと最初のカスタムでちょっとそれをやらずにやってしまったので、まあ簡易的にこちらに載せているというだけなので、これはあまり真似しないでいただければと思います。一番濡れるところにあえてつけちゃってるんで、これは良くないと思いますので、まあこれから作るという方は、まあできれば ESC と、受信機は内装に持っていった方がいいと思います。ただそうすると、これを外してメンテナンスをしなきゃいけないので、ちょっとメンテナンス性は悪くなります。ただね、安心度は上がりますということだけ、覚えていてもらえればと思います。はい、それでですね、バッテリーはね何を使ってますかっていう質問も多かったので、お見せしたいと思います。概要紙が使っているバッテリーはこちらですね、ちょっとメーカー名ちょっとわからないんですけど、 SIGP さんの、1350mAh を使ってます。 2S リポ20スティックですね。でこちら小さくて、MN9QS のこのボンネットに収まるんですよ。この辺をカットするとぴったり収まるし、まあ2時間や3時間じゃバッテリー切れになりません。フルに遊んでも全然もう持ちます。純正のバッテリーだとここまで車重が上がってしまってると持ちません。本当に15分ぐらいでバッテリーなくなってしまうんで、バッテリーを変えるのは必須かと思いますね。
このバッテリーがですね XT30 のプラグ使ってるんで、この XT30 の、 プラグの、セットですね、オスメスセットなんかを、数百円で売ってますんで、そちらを購入して、切り替えるというか、そうすると使えますんで、こちらおすすめです。小さくて結構ハイパワー、長持ちで安い、確か2つセットで3000数百円ぐらいだったと思います。こちら多分2個あると、もうほぼほぼもう1日ぐらい遊べちゃうぐらいの結構容量ありますんで、おすすめなので、ぜひ、同じように作りたいという方は同じようなものを選んでいただければと思います。はい、それとですね、最後に一言、ちょっとすごく長くなってしまったんで、前編後編分けるのかなと思う、ちょっと今分かんないんですけど、一番大事なの何かって言いますと、ただね、言われたことをやるだけだと同じように作るのって結構難しくてですね、観察力というか、いくらね、正確に12分の1にしてますよって言ってても、やっぱりラジコンなんで実写と違いますんで、実写はこうだからじゃあこうするって同じようにやっちゃうと、逆におもちゃ臭くなっちゃったりもしちゃうんですね、実際のところ。その辺を、こうやった方がリアルに見えるとか、それっぽく見えるっていう、その感覚というんですかね。だから物を購入してつける前によく考えて、選ぶとか、購入しちゃったんだけど実際つけたらちょっとおかしかったとか、そういうのを繰り返して完成するものっていうのを理解していただければと思いますね。観察力ですね、それが結構大事になってきますんで、そこをね、やっていく中で、ちょっと身につけていくと、大したこと言ってるように感じますけど、ガイオジもラジコン初心者なんですけど、ガイオジはそういう風にしてやってきたので、もしね、本当に真剣に同じようにやりたいって思ってる方がいれば、そのような考え方でやっていくと、よりね、リアルでいい世界観が出せるんじゃないかなと、ガイオジは思ってます。でですね、この D90MN99S というか MN の D90 シリーズ限定の、キャメルトロフィークラブというのを概要時ちょっとやってまして、そちらのメンバーも今募集してます。本気でこのようなマシンを作りたいという方のみ募集してます。俺はこんな感じでいいや、私はこんな感じでいいやっていう方は申し訳ないんですけど、ご遠慮ください。メンバーのみんなね、本気で作ってますんで、アジアで一番取りに行くぐらいの勢いで本気で作ってくれてるメンバーしかいませんので、一人二人ね、そういうちょっとこうセンスがずれてるというか、ちょっとみんなと違う方向に走っちゃう方がいるとですね、みんなのクオリティが下がってしまうですね。一生懸命作ってるメンバーのクオリティが下がっちゃう。だからそこはちょっと厳しいようですけど、マジで作りたいんだったらばいいですけど、そうじゃない方はちょっとご遠慮してるので、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、もし本当にね、興味があって、同じく作りたいっていうぐらいの、気持ちがある方おられればですね、ツイッターの方に DM いただければ、お話をお伺いしますので、ぜひね、そちらの方もご検討いただければと思います。はい、ということでですね、ちょっとめちゃくちゃ早口ですごくはしょって説明してるんですけど、相当長い動画になってしまったと思います。ですが、最後までご覧いただきありがとうございました。こんなね、安物の中華ラジコンでも、やる気次第でね、ここまで作れるんだよっていうのを皆さん分かっていただいてるからこそね、質問がめちゃめちゃ外国人飛んでくるっていう事態になっていると思いますので、ぜひね、このマシン自体が持ってるポテンシャルをフルに生かして、自分が納得いくかっこいいカスタムを作れる、手助けとかになれればなと思っております。ぜひね、コメント欄なんかで、動画見てこういう風に作りましたとか、こんな風にできましたなんて写真とかね、送っていただけると概要でもちょっと嬉しいので、ぜひそちらの方も楽しみに待ってますんで、よろしくお願いいたします。
それとですね、ツイッターとかインスタとか、TikTok なんかにもいろいろ細かいカスタム内容なんか載せてますので、動画の概要欄にもそちらのリンク載ってますのでね、ぜひそちらを見て、リンク登録していただければと思います。大体カスタムに関してはツイッターとかをメインでつぶやいてますんで、そちら見てくれてる方は大体動画なんか見なくても大体分かってくれてると思うんですけど、良ければぜひそちらの方もフォローしていただいて覗いてもらって、コメントだったりとかいろいろしていただけると概要欄も非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さんの完成したキャメルトロフィーの、D90 楽しみにしてますんで、どうぞ見せてください。お待ちしております。では、今回の動画ちょっと長かったんですけど最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの完成した作品楽しみに待っております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。